本動画の結論、積層根は簡単な方法で目立ちにくくすることができる。やり方を知っておき、うまく活用しよう。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんは 3D プリントの解像度はこだわる方でしょうか？例えば 3D プリンターでは積層根や造形線の解像度によって見た目の良し悪しにかなり影響します。なんとかして少しでも綺麗に仕上げて見栄えを良くしたいという方も多いと思います。そこで今回は積層ラインや造形線を目立たせない方法をご紹介していきたいと思います。スライサーソフトの機能や精密なノズルを使っていきたいと思いますので、そのあたりも参考になれば幸いです。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、レイヤーの厚みを極限まで薄くする。2、可変積層ピッチを利用する。3、複合フィラメントを使う。4、ファジースキンを利用する。5、フィラメントカラーを選択する。以上5つを詳しく解説していきます。それでは1つ目のレイヤーの厚みを極限まで薄くするを解説します。スライサーソフトには呼び方はいくつかあるのですが、積層ピッチ、レイヤーの高さといった調整項目があります。代表的な調整項目なので一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。 3D プリンターは樹脂を積み上げて造形品を作っていくので必ず層が出来上がります。その層の厚みが厚ければ厚いほど目立ってしまい、また反対に薄ければ薄いほど目立たなくなります。例えばこれは積層ピッチ 0.42mm でプリントしたものですが、層がはっきりと確認できます。綺麗にプリントはできているんですが、積層根が目立ちますよね。これはてっぺんから撮ったものです。円状の積層がしっかり写っています。こんな感じで層が厚いと解像度が低くなり見栄えに影響してきます。続いてこちらが標準値の 0.2mm の積層ピッチです。最も一般的に使われる値です。層は見えますが比較的薄いので滑らかな仕上がりに見えます。これはてっぺんから撮ったものです。先ほどのよりはかなり滑らかに見えます。そして今回は 0.04mm という超極薄の積層ピッチでプリントしてみます。ただ 0.04mm ピッチだと 0.4mm 径のノズルではバランスが悪いので 0.2mm 径のノズルを使います。0.2mm ノズルは多くの 3D プリンターでオプションで用意されているので割と手が出しやすいです。ではプリントしてみた結果がこちら。どうでしょうか？積層根はほとんど見えなくなりました。相当滑らかなのでめちゃくちゃ綺麗に見えます。上から見るとこんな感じです。円状の跡がほとんど見えなくなりました。 0.2mm ノズルは造形線が細いのでその効果もあります。これはめちゃくちゃ綺麗になったのでびっくりしました。こちらは 0.4mm 径ノズル 0.08mm ピッチでプリントしたものです。先ほどより跡はありますが、これでも全く問題ないですね。比べてみると 0.08mm の方はうっすら円形状が見えます。こだわる方はやはり 0.2mm ノズル 0.04mm ピッチの方がおすすめです。ただこのやり方の問題点は長いプリント時間が必要になる点です。このモデルを 0.2mm ノズル 0.04mm ピッチでプリントすると3時間51分かかりました。一般的な設定だと41分でできちゃうので、それと比べるとちょっと長すぎます。そこで続いては可変積層ピッチという機能を使って精度を保ちながらプリント時間を短くする方法をご紹介します。それでは2つ目の可変積層ピッチを利用するを解説していきます。スライサーソフトには可変積層ピッチ、バリアブルレイヤーハイトという機能があります。可変積層ピッチはモデルの形状を読み取り、自動で積層ピッチの厚さを割り当ててくれる機能です。この機能を利用すると積層の滑らかさを保ちつつプリント時間を短くすることができます。今回はバンブーラボ A1 を使いますので、バンブースタジオの設定を見ていきます。バンブーラボ A1 とバンブースタジオの基本的な使い方はこちらの動画を参考にしてください。まずバンブースタジオを起動し、左上にあるプリンターのプリセットの編集をクリックします。押し出し機のタブをクリックします。積層ピッチの制限にある最小と最大の値を決めます。今回は一番薄い層を 0.04mm にして、一番厚い層を最大 0.14mm に制限します。上書きボタンをクリックして保存します。モデルを配置したらモデルをクリックし選択しておきます。上のツールバーにある可変積層ピッチをクリックします。アダプティブボタンをクリックします。すると先ほど設定した最小と最大の範囲内で自動的に積層ピッチが割り振られます。右側にマウスのポインターを持ってきて上下になぞってみると、モデルの方もそれに連動して黄色いマーカーが上下します。
また積層ピッチは局所的に手動で微調整することができます。好きな層でマウスを左クリックし続けると値を下げることができ、また右クリックし続けると値を上げることができます。またアダプティブだと積層ピッチの変動が激しくなります。そこで滑らかめのボタンをクリックするとアダプティブよりも自然な感じで厚みの変化をつけることができます。滑らかな感じを出したい場合はこちらを選ぶといいです。ではプリント時間についてです。すべての層を 0.04 ミリでプリントした場合はおよそ3時間51分かかっていました。それが可変積層ピッチだとおよそ2時間27分となりました。結果的に1時間以上のプリント時間を短くすることができます。ではすべての層を 0.04 ミリでプリントしたものと可変積層ピッチでプリントしたものを見比べてみます。側面部はほとんど違いがないように見えました。可変レイヤーの方はどの層が厚めなのかもわからないほどです。続いてトップ面です。こちらもほとんど違いはありませんが、やや左の方が滑らかです。可変レイヤーの方はもう少し手動で調整してもいいかもしれません。こんな感じで可変レイヤーを利用すると仕上がり品質を維持しながらもプリント時間を短くすることができるのでおすすめです。続いて3つ目は複合フィラメントを使って試していきたいと思います。最近はカーボン入りや木質、シルク、大理石といった感じでフィラメントの種類は増えていまして、このフィラメントの種類の違いで見え方に結構な違いが出る場合があります。例えばこれは PLA とカーボンが組み合わされたフィラメントですが、カーボン独特の質感があるため積層がうまくぼけています。 PLA と比べてみるとラインがはっきりしておらず 3D プリンター感があまりありません。トップ面を見るとこんな感じ。色の違いもありますが結構差がありますね。横から見た積層よりもこの上から見たトップ面の方が効果が高いように見えます。この PLA プラスカーボンフィラメントは PLA とほとんど変わらないパラメーターでプリントでき、使いやすいのでおすすめです。カーボンを試した動画もありますので参考にしてください。続いて大理石フィラメントです。あまり馴染みのないフィラメントかもしれませんが、ベースは PLA で黒いつぶつぶが混ぜ込まれていて大理石っぽい模様になっています。横から見た積層はこんな感じ。これも通常の PLA と比較しても積層はあまり目立っていません。ベースが白色というのも効果が高い理由の一つです。トップ面はこんな感じです。これも全然目立っていなかったです。結果的にこの大理石フィラメントが今回の中で一番積層根が目立ちませんでした。黒いつぶつぶもいい感じに作用しています。続いてはシルクフィラメントです。シルクフィラメントは光沢が強くて光っているのが特徴です。積層を見てみると光沢の影響で積層ラインが目立ちにくくなっています。より目立ちにくくしたい場合は明るめの色を選ぶのがおすすめです。続いては木質フィラメントです。このフィラメントは木の成分が 20% 含まれているので実際の木の感じが出ています。木質フィラメントは糸引きが起きやすいのでやや難しめのフィラメントですが、木の独特の匂いと質感が出るので面白いです。これはカーボンや大理石ほどではありませんが、ややラインは目立ちにくくなりました。こんな感じでフィラメントの種類によって積層根の見え方に違いがあります。ただカーボンや木質は癖があります。使用時はノズルも注意した方がいいです。カーボンについては別の動画もありますのでそちらも参考にしてください。続いて4つ目はファジースキンを利用する方法をご紹介いたします。スライサーソフトにはファジースキンという機能があります。これは外壁部分にテクスチャー模様をつける機能です。表面にテクスチャーをつけると積層を目立たせにくくすることができます。やり方ですが、まずバンブースタジオにモデルを配置します。そのタブの特別モードにあるファジースキンのプルダウンをクリックします。なし以外のどれかを選択します。今回は全ての壁を選択します。ポイント距離や厚さの値を変えるとテクスチャーの程度を変更することができます。今回はポイント距離 0.4 ミリ、厚さを 0.2 ミリにしてこのようなクマのモデルをプリントしてみます。プリントしてみた結果がこんな感じです。木質フィラメントを使ってみましたが、いい感じにぬいぐるみ感が出ています。積層根はほとんど見えなくなっていたので、結構効果はありました。後ろはこんな感じです。ポイント距離と厚みの値を変えるとまた違った感じになると思います。続いて5つ目はいろんな色のフィラメントを試していきたいと思います。最近はフィラメントの色もバリエーションが増えましたね。フィラメントの色を変えるだけでも積層根を目立たせなくすることができます。例えばこれは青と黄色の比較ですが、青色の方が積層ラインが目立っているように見えませんか？黄色は明るい色ですので積層ラインはそこまで気になりません。トップ面はこんな感じです。こちらも同様に黄色の方が目立っていません。黄色以外にも白も効果が高いので、目立たせたくない場合はこのような明るい色を使うといいです。いかがでしたでしょうか？
今回は FDM 方式の永遠の課題、積層ラインを目立ちにくくする方法をご紹介いたしました。改めて実際に試してみたところ、結構差が出るもんだなと感じることができました。何か一つでも参考になれば幸いです。なお、本動画でご紹介した商品、備品、関連動画は概要欄でもご紹介していますので、参考にしてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。